中日ドラゴンズが6日、西武ライオンズとの接戦を制しました。チームが着実に変わりつつあります。先発で鈴木投手が勝利を挙げたと、これがかなり大きなポイントですね。福谷投手が先日は 3.1 イニングを投げて3失点で2軍に降格となってしまいました。そして中地投手は怪我もありましたし、大野雄大投手も離脱している。6人目の先発をなんとかはめたいという状況ですね。鈴木投手が6日のライオンズ戦で、しっかりといい投球を見せて勝利を挙げるという投球になりました。さらにここから新外国人投手のメヒア投手も先発のローテーションに入ってくるか、もしくは谷間を埋めるかわかんないですけれども、先発ピッチャーとして期待されています。梅津投手も2軍で好投を見せていますし、ここから1軍で投げられるようになれば、盤石なローテーションとなりますね。鈴木投手、メヒア投手、梅津投手が6枚目、7枚目というところで回ってくれると。後半戦は、ローテが6人から8人でしっかりと回すことができれば、他のチームよりも有利に戦えると、バテてくるような状況ですけれども、そこでもしっかりとローテが回って、他のチームより勝ち星を上げるというところで順位を上げていきたいところですね。では6番に置いたビシエド選手が素晴らしい活躍を見せたと、こちらも見ていきましょう。ビシエド選手は今シーズン2回2軍落ちを経験していますし、先日は5番に入ってチャンスで凡退してブレーキとなってしまいました。得点圏打率で見ても1割を大きく下回っているような状況で、打点もなかなか上がってこないと、主軸として期待されながらもブレーキとなってしまっていた状況でした。ただ6日の試合では6番に入ってチャンスメイク3本のヒットを放ちましたし、2塁打も出ています。やっぱり現状ファンの方々がおっしゃる通り、ビシエド選手は3番、4番、5番とかよりも6番から8番あたりに置いて自由に打たせるっていう選択肢が現状の中日ドラゴンズにとってはベストな選択なのかなというふうに思いますね。ランナーを貯めてインコース攻められて凡退とか、そういったバッティングよりもランナーがいないところで自由に打って、ヒットであったりツーベースで出てランナーとして帰ってくると、そういった方が得点力は上がりそうですね。ビシエド選手が下位打線でうまく機能していけば、打線の怖さっていうのがかなり出てくるかなと思います。ではこっからのシーズンの最大の課題についても見ていきましょう。打線としては全体的に調子が上がってきてイケイケムードにも入りつつあるんですけれども、石川選手の調子がなかなか上がってこないところですね。打率は2割3分台で、特にここ数試合は不調が続いてしまっています。やっぱり4番として石川選手が打てるかどうかっていうのが、結構チームにとっては重要なんですけれども、なかなか結果が出てこないと。ただ年齢的にもチームにおける立ち位置的にも石川選手をここから外すっていう選択肢はもちろんないと思います。立浪監督も将来を見据えて若手を積極的に起用するというような話がありました。ここから石川選手が4番として開花するかどうかっていうのが、今シーズン中日が A クラス入れるかどうか、その可能性を大きく左右していくと思います。立浪監督も石川選手について休ませたいけど乗り切って強くなってもらうと、そういった趣旨のコメントもしておりまして、苦しんでいるとは思いますけれども、ここからなんとか開花していってほしいと思います。以上です。